じゃあこの手配写真頼みますよ。はいはい。お寒いからお一つ。いや、さあ、これだ。本当に弱い商売なんですよ、私たちは。はい、風向きは悪いかな、今日は。神が右向けてば右、左向けてば左。税金だってあんたただの一度も滞納したことないのにさ。そのくせ一つもいいことなんかありゃしない。このホールだってそうですよ。戦争が終わってアメリカさんが来たら、素人の娘を守ってくれ。防波堤になってくれなんていい調子におだてられちゃってね。こっちも無理して作ったのに。それが今度はまるで鬼みたいに言われて売春禁止法ですわ。借りた金も返さないうちにすぐ店を閉めるなんて、お役人もあんまり勝手すぎますよ。うん、それはもちろんそうだ。しかしな、この政府も世論ちゅうんがな。うるさいんだよ。でもね、宮崎さん、この店は私までで4代続いてますよ。吉原は300年の歴史を持ってます。本当にいらない商売が300年も続くもんですかね。おかみさん、これどうも。なんだよ、エコ、いい話でもあんのか。やだな、旦那、この頃もすっぱりと堅気になったんですから。本当ですよ。今夜助っ人も定期って、もっぱらガイド専門なんですから。そうかね。あんまり目光らせないでくださいよ。おかみさん、ちょっと。君たちは売春禁止法ちゅうものをどう思うかね。賛成、絶対賛成だ。よりちゃんはいい人があるからいいさ。だけどね、私たちみたいに暮らしの立たないものはどうなんだろう、お店が潰れたら。うん、それはだな、この国家の責任において、なんちゅうか寮みたいなものを作って収容しだ、適当な職業を与えるっていうことだろうな。うん、へえ。じゃあ鉄筋コンクリートのアパート入れてもらえるの。まあそうなったら私せがれと一緒に暮らせるわ。ありがたいもんさ。あとは若い亭主持つばかりか。ゆめちゃんは若いからね。でも昔はね、松の位の太夫衆ともなれば、若俳諧茶の湯から生け花お習字まで身につけて、まるでお大名の奥方みたいだったね。バカバカしいわ。あ、お邪魔してます。ああ、お出かけですか。今のお話だ。お気でしたから。いや、いろいろと忙しいことですわ。今日も女の議員さんが視察に来てんで、ちょっと組合行って敬意を表してきます。どうぞごゆっくり。じゃあ、私もご一緒に。そうですか。お父さん、いってらっしゃい。ああ、いってらっしゃい。いってらっしゃいまし。あ、おはようございます。何です、しおさん。もうできたんですか。ご主人に足を運ばしたんじゃこっちが痛み入りますな。手がないもんですからね、もうこうなっちゃニコニコどうもおしまいです。モテすぎんでしょ、いつまでもいる男だから。ご冗談。あの子供たちな、今日はあんまり派手にタックルしたんよく言っときな。はい、いってらっしゃい。どうも、お勘定は。おかみさん、おついでの時で結構です。そう。お母さん。はい。あら、こんにちは。よちゃん、こんにちは。おかみさん、いただいておきましょう。川と打ち直しでね、ちょうど6000。あ、それどうも。はい、どうも、ありがとう。母さん、これお勘定。青木さんの分だね。ニコニコどうも、ついこの間まで店のもの5人も置いて盛んなもんだったけど、ダメにすんの早いね。道楽もは怖いよ。やすみちゃん。え？ニコニコ堂でだいぶニコニコ受験ができたね。いやだ。やっちゃん。ああ、この間はどうもごちそうさま。何さ、お前さんと私の仲だ。あのね、これ少ないけどお小遣い。あら、嬉しい。やっちゃん、今夜空いてる？ねえ、都合が悪いのよ。
昨夜から兄さん急に具合悪くなっちゃった。私これからすぐお見舞いかなきゃなんないのよ、三久保へ。そうか。じゃあね、これでなんか自由なの買ってってわよ。悪いわ、そんな。いいんだ、いいんだ、いいの。そう？全然じゃなくて。どうもありがとう。ああ、やちゃん。じゃあまたね。ねえ、やっちゃん、あまり人をじらすなよ。いつ返事してくれるんだい？え、ああ、家庭持つってこと？知らないな。だって本気にできないもの。そうでしょうよ。夢の里のナンバーワン安住さんとしてはね、メディアス問屋の支配人じゃ問題にならないんでしょ。何言ってらっしゃるのよ。罰が当たりそうでね、本気にできないっていうのよ。ねえ、やっちゃん、どうだってなんだって新状態にいるものはみんな揃ってんだ。あとはやっちゃんの体だけ来てくれよ。嫌なのかい？ねえ、じゃあ本当のこと言うわ。こういうとこの女はね、まだお金に縛られてますの。借金があるのかい？15万円。こんなこと言ってあなたに嫌われるのは嫌だから。今まで言えなかったんですわ。15万円か。なんとかするよ。ねえ、あんた今日いいでしょ、夜まで。ダメだよ。どうしてさ。だって仕入れなんだもの。いいじゃないの。ダメ。何よ。ダメだったらさ。いいじゃないのさ。私あんたがいないと寂しいのよ。やすみさん。何？ちょっと。あのね、すまないけどまた200円ばかり貸してくんない？お城代が切れちゃった。すいません。今度のお勘定の日に1割つけてお返しします。うちを揉んでたまでよかったな。ついぐれちゃって三宮の伝子でさ。こっちのズベコですよ。アメちゃんには引っ掛けられる、捨てられる。1年も経たねえうちにもうアプリのプレプレでさ。その頃なんですよ、足があった。もういいよ。ちょっと、立ってごらん。おい。どうです？いけるね。発動心や。これですよ。こんばんは。寒いわね、今日は。どう、旦那さん。相変わらず。今ね、たちの良くない風が流行ってんだって。気をつけなくちゃダメだよ。どうもありがとう。
大変だね、亭主持ちも。ゆいちゃんの彼氏は下駄の職人さんだったね。うん。でもさ、彼ったらこの頃しけてっから遊びに来れるんだよ。会いたいわ。だけどさ、お前さんの借金が12万と聞いたら、下駄屋さんも裸足で逃げ出すだろうよ。ゆめちゃんいいわ。もう息子さん大きくなったしさ、あと1年の辛抱だもんね。当てになるもんかね。まだまだ手がかかるよ。お眼鏡の旦那、ちょっと出して。うちじゃ勘定はしぶろくになってるからね、そう承知しといてくれよ。うん。じゃこれ少ないけど俺。はい、すいません。遅くなってすいません。いいえ、どういたしまして、毎度のことですから。でもね、花井さん、気をつけてくれよ。夕刊までも夜遊びに来てるのと違うんだから。すいません。だから通いの女はお断りだって言うんだ。このまま行けるがな。ねえ、お上がりしていって。また後で来るわよ。ちょいなんだよ、ひまわり。お上がりになっていいよね。バイバイ。坊や坊や、いらっしゃい。レンコートの方、お上がりしてね。ここに門脇佳代がおりませんでしょうか。門脇、なあそれ。僕の母です。チッ、アホらしい。ちょっと、門脇ってさ、ほんとゆみちゃんの息子さんなの？え？いや、なかなかハンサムじゃないさ。あ、じゃあ。またどうぞね。この人ゆみちゃんの息子さんだよ。へえ。そう。ちょっと待ってらっしゃい。すぐ呼んできたのやる。ゆめちゃん、ちょっとあんた、あそこ息子さん来てるわよ。あんた、こんな格好で会えしないじゃないの。ねえ、返しておくれよ。私、せっかく来たのに。そう。いいのに、この子供に気兼ねなんかいるんですか。あんたはいい年して苦労してんだって、もたえといえばみんなあの子のためじゃないの。あんたの借金のおかげであの子だって大きくなってんじゃない。姫ちゃん、その格好見たら息子さんだってあんたの苦労がわかるって言うのよ。あの子どうして田舎から出てきたのかしら。小遣いが欲しかったんだわ。でもいい息子さんね。そう、あの子の様子、死んだうちの人そっくりになったわ。お正月には背広の一着も作ってやりたいな。そうだ、稼いでやんなきゃ。そこの帽子ちゃん、ホームにして。ちょっと兄ちゃん、なんだよ、たこ。あ、学生さん、お願い、お後に。決まりも受けてんねん。夢の里、ひいさんの女房宿や。
調理が今日やぐらい覚えときな、ほんまに。あつにいっぱいつけて。これ持ってて。いや、あんた大阪かいな。おお。吉原って関西言葉聞こうと思わなんだ。あんた大阪だっか。うん、うちら神戸やね。神戸。うん。やっぱり派手やな。神戸は外国に近いだけな。そうやな、わし神戸やったら月のうち10日行くな。うん。いつ来た。今日やね。こら懐かしいな。乾杯しよう。おい、コップ。これをご縁によろしいたねますで。よろしいって。どないすんね。わしも知らんね。おせてえな。何ちゅう名前。ミッキー。まあまあみたいだな。うん。さあ、ヘンさん、私の部屋行きましょうよ。まだ早いがな。月に一回だけで急がんときな。気分出やへん。浮気の虫封じしてあげる。さあ、行きましょうよ。おっちゃんやな。まだスケジュールあんねん。いいわよ。さあ、早く行きましょう。お前、しつこいから嫌いや。ほんまにもう。ケーキだね。今日はやめにしなさい。明日手間だから。そうね。でももう少し立ってみるわ。気をつけてね。じゃあまた明日。あんた。坊やが泣くもんで。隣に気兼ねでね。どうや、ダメでしょ。パパ困らせちゃ。あんたご飯は？まだだ。汁の分が余ってたから夜は炊かなかったよ。そう。じゃあそこであったかいものを食べていきましょうか。抵抗力ができて飲んでも効くかどうかわからないんだよ。とにかく明日パス買うわ。あれ1,200〜1,300円ぐらいだったわね。もういいんだよ、無理しなくったって。だって私たちにできることって言ったらそれくらいのことしかないもの。今じゃ入院することも転院することもできるわけじゃないんだから、やれるだけのことはやってみるのよ。お待ちどうさま。山田君の奥さんね。山田さん。うん。わしと一緒に行政整理でクビになった山田君さ。ああ、あの綺麗な奥さん。やっぱり結核でね、清瀬の療養所に入院してたんだが、もうダメだってさ。今日お店の夢子さんね、あの人の息子さんお店訪ねてきたわ。おお。夢子さん慌てちゃってね。でもとってもいい息子さんだったわ。うん。ボヘもじきにあんなになるわ。
坊やがこんな可愛くなっちゃもう親子信じもできないわね。ママって言うんですもの。今にあの時死ななくてよかったと思うようになるわよ。ねえ、ここのそばうまいよ。大日国会以来再三流産の憂き目を見ているいわく付きの売春等処罰法案は再びこの9回明けの国会に提出されるはずですが、今日衆議院法務委員会では各界の参考人多数を召喚し意見の聴取を行いました。今回は是が非でもと意気込む提案者と生活圏擁護を叫ぶ業者とは早くも熾烈な論戦を展開し、同法案の多難な前途を思わせました。まず竹下司会代議士は提案理由を説明して、お父さんお帰りなさい。売春こそ許すべからざる人権無視の悪習であり、婦女に売春を強要して、全く正月だったの景気が悪いね。ナンバーワンの休みの売り上げはこんなじゃん。ミッキーなんか借金の方多いんじゃないか。ええ、あの子は稼ぎもいいけど使い方も荒いですからね。あ、おかえりなさい。おかえりなさい。どうでした、議事堂の方は。いや、俺はもう二度とあんなところ行かねえぞ。傍聴席って聞いてたんだがな、野党の連中め好きなお宅並べやって俺たちを捕まえて売春業者なんて人間じゃねえ、明日から食えようと食えまいとどうでもいいってんだ。だからごめん、そんな政治ってあるかい。あの、淡井さん何してんのよ、大議士の。いや、それがさっぱりなんだよ。アワみたいなもんだ。ちっ、こんな時夜勤だったわけしょうがないね。この間の選挙の時のことねえ、どう思ってるのかしら。まったくだ。母さん、ちょっと見て、この飯ナイスでしょ。いくらだ。6000円の5ヶ月払いでね、今日1000円でいいんですって。あ、ホタル、みんな呼んでくれ。どう、1000円返しまで預かっとくよ。母さん、お前ちゃんは、母さん頼むわ、うちもすっかせんや。またかい。うん、昨日の今日じゃないか。ほんまになんぎゃん。おじかてせんで。お前さんはね、来てからまだ一月だってね、借金だけ誰にも負けてないんだよ。先月分だって払ったらしないじゃないか。ほな出てきました。よそいたかって借金ちゃん返したよね。もうほら、ほう父さん話せるやね。あんたそんなことしていいんですか。まいっちゃほれほれ。まあいいじゃないか、子供は可愛がっとくだけよ。あ、みんな揃ったか。今日はな、ちょっと大事な話があるんだ。今の議会でまた騒いでる売春禁止法な、そら、ラジオで聞いてたの。うん、お前たちを助けるための法律だなんて言ってるが、とんでもねえ。一番困るのはお前たちだ。客を取ったら監獄へぶち込まれるとしたら、お前たちどうやっておまんま食っていく。花江、お前どうだ。病気のご亭主と子供養えるかい。まあ夢子は楽隠居でもするか。休み、どうやってお金貯める。二個円になって酔いと負けでもするか。よりえ、ミッキー、お前お小遣いどうする。どうだ、分かったかい。本当にお前たちのことを心配してるのは俺たち業者だ。こうやって店を作って商売させてるから、お前たち食うには困らないし、一家心中だってせずに済むんだ。俺たちはね、政治の行き届かねえところを補ってるんだ。国家に代わって社会事業をやってるんだ。人権だとか君の恥だとか、演説さえぶってりゃ食いっぱぐれねえ連中には、お前たちの苦労なんて一つも分かっちゃいねえんだよ。お前たちの味方は俺たち以外にあるかい。議員の人も分かんないことを言うね。自分のものを自分で売るのがどうしていけないんだろう。店が潰れたら青千かパンスケや。客はより好み。うるさい、今夜言えへんし。ほら、跳ね返り。頭きちゃうよ、まったく。まあ、お前たちはな、甘い話になんか乗っちゃいけないよ。この商売ができなくなったら、明日からどうなるかってことをよく考えて、バカ見ねえようにしなきゃいけないよ。いいな。ああ、分かったら商売商売。お店行って支度しな。ミッキー、うん、お客さんだよ。うーん、誰やろう。昼遊びかいな。
アホなやつもいるもんや。わし明日大阪帰りよってな、一緒に熱海行かへんか。ゆりちゃんと約束あるやないの。言わんどいでな、あんなババ。なんや、いたんかいな。病気で国帰ったって店の番言うとったかな。あんたは通信ぶったこと言ってるけどよ、一体この頭なんだい。バカくらいじゃねえか。師匠が早々送らんときって、早よ裸になって一緒に裏入ろう。師匠、本当バカにしやがって。何をすんだ。おいのんだな、女郎のくせにも。あんたが女郎だったら一体てめえ何だったんだ。僕はお客や。あ、あ、わかりました。部屋行かないしよ。ちょっとミッキー、ここよ、母さんの代わりに泥塗ったな。お前この島のって知らないのか。起きて。何やそれ。こんなもんあった。ここじゃねえ、盗っ人はできてもよ、仲間の馴染み客に指一本触れることできねえんだ。覚えとけ。何無駄無駄言うてんねん。客や馴染みやつってみんなろくでなしや。んなもん大事やったら首に縄つけてバンしてたらいいねん。そうやがな、ミッキーの言う通りや。こうなったらまな板の上の声と一緒や。どうでもええようにして。そやけどな、同じ魚買うにしても古いやつより新しいの買い取らんの、これは人間の人情や。どっちを買おうとお客の買って一遍鏡と相談してみ。どうしたのよりちゃん。ねえ、お茶つき同士でお茶でも飲もうってお菓子買ってきたのよ。ねえ、食べない。三人も売れ残ったんで母さんおかんぶり。よりちゃん、ミッキーのことなんか気にすることないわよ。あの子だって悪気はないんだから。いらっしゃい。そうじゃないんだよ、あたいこの商売つくづく嫌になっちゃったんだよ。あたいみたいな田舎者には格はつかないし、借金は増える一方だしよ。惨めな思いするだけだもんね。ああ、やだやだ。あたいよ、こんなとことっとと出てって、早くあの人のとこお嫁行きたいわ。ちょっとこれ見てよ。これ何それ。あ、まるで荒物屋じゃないの。こんなもん買ってよ、気休めしてんだよ。いつかきっとあの人のとこ行かれると思うからよ。よりちゃん、あんたそんなお嫁行きたいの。え、うん、ちゃんと行きなさい。これ昨日の夕刊だけどね、私たちのようなものの商売の前借は無効になったっていう判決があったのよ。だからこんなとこ出てしまえば今までの借金みんな棒引きになるのよ。いくらお父さんが騒いでもどうにもならないの。ちょっとそれ本当。そうよ。だからね、今夜のうちにここの荷物みんなまとめときなさい。でみんなで手分けして私の家まで運ぶの。そうだねえ、そうしよう。あのケチな母さんにいい面ってさ。だけどよ、そんなことして後でみんなに迷惑かかんないかしら。かかったらかかった時のことよ。ちょっとめでたいね。お仕事も。こんな宴会だったら何度やったっていいよ。あ、お嫁入りがないやの。今と同じや。月姫でおるか翔太でおるか、それだけの違いや。また始まる。決心してくれたね。私は嬉しいよ。世の中に負けないで頑張ってくださいよ、うん、とにかく私はこんな嬉しいことがないよ。あんなところでいつまでも働いてる女は人間のクズだ。いいね、いい奥さんになって旦那様を大事にするんだ。どんな目にあっても君は決して戻ってくるんじゃないよ。二度と戻ってくるんじゃない。うん、分かったね。かまへん、かまへん。うまいこといかなんだらまた戻っといて。これ、ダメだ、そんなこと言ったら。絶対にいけないよ。決して戻ってくるんじゃない。
よりこれうちの結婚のプレゼント。何それ？交通公社発行のクーポン券や。嫌になったらな、いつでもその切符で戻っといて。ええか。まあよりちゃん、まだ気にすることないわよ。嫌だ。ねえ、私のこれ。何それ？見事じゃんせ。なんや、それくさい。これ、私のお祝い。うわ、これ。片桐の白田さん、早起きだからね。寝坊しちゃダメよ。よりちゃん、これ私のプレゼント。貯金通帳よ。お選別に500円払い込んどいたわ。それから三文版だけど、ハンコも。はい。ほら、ええわ。休みにあやかって、たんとへそくりこしらえたらええわ。その通り。みんなにこんなにしてもらっちゃってさ。悪いね。あら、いいお茶は。妙とジャファンとはゆめちゃんにしちゃできすぎてるわ。私ね、うちの人が死んじゃってから、これが一番思い出になったもんだからさ。もう20年にもなるけどね、ボタン工の満鉄の寮でうちの人と結婚式あげたんだよ。その時、これをお祝いにもらって嬉しかったよ。ありがとね。私もあの頃は若かったな。あたしゃ16満州娘、春よ三月雪どけに、天中ほわが咲いたなら、お嫁に行きます隣村。大嬉しいよ。こんな嬉しいこと生まれて初めてだよ。別れていくの嫌になっちゃった。辛くなっちゃった。羨ましいね。あの頃はよかったよ。私、せがれに会いたくなっちゃった。あ、車が来たよ。さあ、支度だ、支度だ。ねえ、ちょっと。運転手さん。やるのよ。ねえ、旦那さんによろしくね。写真送ってよ。あんまりサービスしたらあかんで。お里がバレる。バイバイ。頑張ってくれ。頼んだよ。おいでなせ。実際田舎は嫌だ。次のバスまでまだ1時間もあるね。不便だね。あ、おばさん、うどん一杯ちょうだいな。へ。ちょっと兄弟借りるわよ。
前さん、どこの村まで行くん？村なんか聞かないでもさ、また来るときには来るよ。便に柱を落としたところでよ、苦労都市はやっぱりどっか行きだよ。こんばんは。どうもご無沙汰しまして。どうです病人さんは。相変わらず寝たっきりでな、困ったもんだ。血もつながらぬ嫁の目にいつも苦労ばかりかけてなんですよ今さら。ま、上がれ。はい。でもまあ、お前は体が丈夫で何よりだよ。周一も東京で元気でやってるかな。え、誰も田舎にいるより自分で働いた方がいいだ。おもちゃ工場だというがなかなか窮気見えそうだな。あの子ここにいないんですか。あれ、おめんとこ行かなかったか。それはいつのことなんです。もう一月にもなるか。おっかさんのところ相談に行くって東京行ったのに。こないだ、ハガキもよこしただに、どめんとこ行かねばな。そのハガキあります？うん。あの子の机の引き出しに入れてある。もしもし、はい、あ、工場のご主人様で。いや、どうも。私、門脇周一の母親なんで、そちらにご厄介になっております、周一の。いつもせがれがお世話になりまして、ありがとうございます。はい、いえ、まだほんの子供なんで、田舎もんですから、いろいろと。何もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。またいらしてください。うん。休み明けでね、役所も忙しいんだよ。あら、そんなことおっしゃって。誰かさんがこれなんでしょう。冗談じゃないよ。僕はね、戦災で女房子供をいっぺんなくしちゃってね、男やもめで不自由してるんだよ。独身者の悲しさよ。あら、そのお気の毒ね。じゃあ、今度いらしたら奥様サービスさせていただくわ。頼むよ。じゃあ、お近いうちに。
世間に対して何一つ悪いことした覚えもないわ。それなのに体を売らなきゃ生きていかれなかったじゃない。ミルク一つ思うように変えないで。何が文化国家よ。私は死なないわよ。あんたが何て言ったって死ぬもんか。生きてこの目で見てやるのよ。民番に押してもやってけな女がこの次は何になるか、はっきり見極めてやるわ。見極めてやるのよ。バシュンバシュンって議会やラジオで騒ぐから、ご覧のこの景気の悪いこと。客は寄りつかないし、肝心の女の子は怖がってちっとも集まってこないし。第一この商売で夜の11時火を消されちゃ商いにならないよ。大体おまさたち売り上げが少なすぎるよ。休みちゃんははいトップ、あとはどんぐりの背比べだ。ゆめちゃんは相変わらずだね。子供に仕送りするならもっと商売に精を出し。ミッキーはお勘定なし。いや借金が増えただけだよ。大将頼む。おや花井さん、いつおいでだい。遅くなってすいませんでした。どっか悪かったの？うん、何でもない。はい、5日分のお勘定差し引き1200円。その稼ぎじゃまた無人を立て替えさせんだろ。めちょいとあんまり初対人見て貧乏やったりしないのくれよね。売り物なんだから気をつけます。ミッキー、あんた1500円どうしてくれる？内装でくれ。それじゃこの指輪いただいとくわ。これでええの？それ1000円の休めやで。500円儲けた。つべこ、あんた田舎行ったでしょ。2000円。ねえすまないけど今度はこれで勘弁してよ。あと200円しか残らないの。お願いします。あんたの泣き言は聞きゃしたもん。言われないうち返しとくわ。バーナーの薬でありがとう。どういたしまして。またどうぞ。時刻は50円でよかったわね。あ、これは。あ、いらっしゃい。父さん、組合の野村さんですよ。なんだよ、もう議員さんや部員やらごめんだぜ、七面倒くさいばっかり。あの貸し舞台屋のニコニコ堂ね、指を逃げちゃった。ニコニコ堂が、うん、みんな貸し踏み倒されたって大騒ぎだよ。あんたのところ、いや俺んとこ仕入れに貸した3万円ってのがあるんだよ。あれふざけてやろうだ。うん、どっちこっちじゃねえか。役所の文書課のタイピストだよ。いつも世話になってる。ずいぶん粋な人じゃないの？うん、料理屋かなんかの娘だろ。なんて方？そんな人の名前まで聞かなくていいじゃないの。安原君だよ。私ちょっとご挨拶してくれ。うん、あの安原さんでいらっしゃいますね。私金田の妻でございます。金田が役所ではいつもいろいろとお世話になりまして。いいえ、こちらこそ。私課長さんにはいつも大変優しくしていただいてますの。いらっしゃいます。何分あの通りの武骨者ですけれど。いいえ、とんでもない。じゃあ私ちょっと失礼します。
青木さん。はい、約束の15万円。あら、嬉しいわ、青木さん。あたし、追いに来ますわ。どんなに助かるかわからない。あたし、運がいいわね。青木さんみたいな方に可愛がられて。せいやちゃん、いつ店を出る？僕のとこは今夜からでもいいんだよ。それがね、私困ったわ、言えないわ。どうしたんだ？借金返してまだ何かあるのかい？私本当は一昨日退院してきたばかりなの。腎臓悪くしちゃってずっと入院してたのよ。入院？ええ。それでまた借金ができたのかい？ごめんなさい。やっちゃん、僕だって給料取りだしね、15万円って言うと大金だよ。これ以上は無理だよ。私ね、お店での今日初めてなの。ねえ、依頼して。怒ってんのね。いいわ。私これ以上あなたにご迷惑かけられないもの。つい甘えて気安くなるのはいけないのね。いくらいるんだ？10万円なの。10万円か。こんばんは。いらっしゃい。乳児用の粉ミルクちょうだい。はい。ビタミン上等で270。ね、今日は50いいわね。昼はいつも現金なんだから困るな。ああ。いらっしゃい。じゃあいいわね。うち向こうのコールで欲しいんだけどな。はい。これかい？ミッキーはと、ほらほら、この前だって1600円あるんだよ。分かってる。看板になったらおいで。スペシャルサービスで払うだから商売なんか得意がいても行くんじゃねえだってそれはお前仕方がない後で一緒行って母さんに謝ってあげる、
やすみちゃん。はい。焼き鳥屋の今月分の利息。渋って渋って苦労しちゃったよ、まったく。あ、そう。ご苦労様。じゃあ、お立ちに。はあ、大したお金だね。触らないでよ。あ、そんなとこじゃ危ないよ。ねえ、これがいいよ。どうせ明日銀行入れちゃうんだろ。今夜一晩抱いてお寝よ。そうね。これみんなあんたのかね。私なんか一生貧乏神と縁が切れないのにさ。ね、中で大変な評判だよ。女会員だってさ。言いたい人には言わしたきゃいいじゃないの。でもさ、あんたの若さでこうしまってんがいいの不思議だよ。不思議なことはないわよ。私がここへ来たのは、会社の疑獄事件で小菅へ入った父さんの保釈金20万のためだったわ。たった20万の金で私の一生はめちゃめちゃ、みんな金のためじゃないか。私は貧乏なんか大嫌いよ。ミッキー、ミッキー、ご飯かいな。うち後で食べる。そうじゃないんだよ。英子がね、お客様連れてきたんだよ。へえ。今日は昼間からやら繁盛やの。ご飯前にアホなお客が二人目か。はい、ロマズレのおっさん。うち迎えに来はったん。親不孝もええ加減にしなさい。悪い噂は結構人が広めてくれるもんや。お前が吉原にいることもちゃんと知れてる。さあ、荷造りしなさい。夫婦か。うん、うん。母さんもお前のことばっかり言うとった。ママ、怒ってはる？死んだよ。何やって？今何やった？母さんは去年の春死なはったわ。お前のことが心配で死にきれん言うてな。知らはった。あれは親父かい？へえ。おい、それは借金調べて月1割の利息かけとけ。別にこっちは弱い知りはねえんだ。ミッキーは未成年じゃねえんだし、俺が誘拐したわけでもねえんですからね。親父だかなんだか知らないがひょっこり現れて、この子供のふってしてる時にいきなり連れて帰られたんじゃたまらないよ。借金さえ返しゃいいと思ってるがそんなもんじゃない。なんだかんだで7万飛んで200円。言ったぞ。なあ、美智子、今度わしが迎えに来たのは妹の孝子の縁談のためだ。今わしの取引先からええ話が来てるのやな。お前がまあ三宮の不良ぐらいならまだしも、吉原の女と聞いたらこの話もいっぺんに不倫だ。でにお前の兄の刑事にしてからはせっかく試験が平成席でバスしながら官庁にも入れず、わしの会社でくすぶってるぞ。うん、そう。それでうちに家帰れちゃうの？そうや、うん、うちも神戸では開港当時からの家柄だし、わしも今では名の通った貿易会社の経営者。世間の口がうるさい。お前さえ帰ってきてくれたら何もかも円満になります。わしも近頃のち添いをもらったことでもあるし。え、もうのち添いもらはった？
ママが死んでまだ一年も経たへんちゅうのに。それどの人や、祇園の雪やちゅう人か、添右衛門ちゅうの産後半か。日和どり緑って結構やな。お前には分からんことやがな、一家の主婦というものは家の辛抱や。商売しとると何かと不自由やし、それに主婦がおらんでは第一店の信用にも関わります。家の辛抱やって主婦がいんと店が繁盛せえへんだって。そんならなんでママを大事にしてあげへんなんだんや。パパの極道でママは先度泣いてはった。ママが生きてはる間になんでそれに気が付かへんなんだ。うちらが泣いて頼んだ覚えてはるか。え、自分で散々極道しといて今さら何が世間体や。うちはなパパを見習うたまでや。パパは今までに散々好きなことしてきはったやろ。うちがこれからどんなことしようと何も言われることあらへん。貴子がお嫁に行かれんのもうちはそんなこと知らん。パパの責任や。今度はパパの苦しむ番やで。苦しみ苦しみだーっと苦しんだれ。ママの気持ちもわかるやろ。いい加減に親面をするのやめてほしいわ。なあどうや、極道門のパパのことや吉原へも何度か来たことがあんのやろ。そんなしかめっ面せんと一つアップラの生きるやとこ買うてめえへんか。ショートで千五百円や、極道の仕上げになるがな。一生忘れられへん味がするで。ほらおいでおいで。おい、なんでお前は。いやか、いやならさっさと帰って、さあ帰ってくれ。うちは帰らへんで、どんなまであっても帰らへん。帰れたらママのとこ帰る。旦那、ちょっとお話が。結局その悪い大メロドラマやから、一風呂浴びてマリーボンドでも見てきたろ。はいはい、夢の里ですけど。はい、ちょっとお待ちになって。夢ちゃん、電話よ。お便り、若い男からだよ。まさか担ぐんじゃないだろうね。もしもし、あたい夢子。なあさん。ねえ、今晩ちょっといらして。秀一、あんた秀一か。幾度も幾度も電話かけてきて何か用なのかい。僕困るんだよ。もう電話なんてかけないでもらいたいんだ。そんなこと言ったって、どうして母ちゃんに黙って東京に出てきたんだい。バカだよ。ねえ秀一、母ちゃんあんたに会いたいんだけど今どこにいんの。ねえ、あんたに会って話したいことができたんだけどさ、どこにいんの。電話じゃ話せないことなんだから。ねえ会っとくれよ、会いに行くからお願い。うるさいな、もう分かったよ。会えばいいんだろ。明日昼過ぎ交番の外で待ってるよ。ああ、3時頃だよ。ちょっと今ね、息子から電話がかかってきたんだよ。明日私に会いたいんだってさ。へえ。きっとどっか部屋でも見つけて一緒に住みたいんだろ。息子っていいもんだね。そう、よかったね。あ、秀一。
よかった。ああよかったよ母ちゃんね。あんたの顔を見るまでは心配で心配で。おじいちゃんの家ではどんなにびっくりしたか知りやしないよ。でもさ、よく働く気になっておくれだったね。働かなければ食えないじゃないか。そりゃそうだよね。えああ大きくなってなんだかこうやって母ちゃんと並んで歩くのが決まりが悪いくらいだよ。工場面白いかい？月給いくらくれんだよ。どうせ始めは安いさ。安くたって僕はいいんだ。自分で働いて暮らしてるんだもの。電気技師になろうと思ってヤーフへも通ってるんだ。ふーん、そう、そうなの。電気の技師さんになるのかい？電気の技師さん、偉いんだね。そうなら母ちゃんと一緒に暮らせんね。母ちゃんの方の商売も近頃さっぱりだし。本当に心細いんだよ。それにもう年だしね。僕、購買電話かけられるの困るよ。どうしてだよ。母親だっつってかけてんだからいいじゃない。工場の人だって電話口で親切に教えてくれたよ。あんたが何して働いてるか田舎の人だってみんな知ってるんだ。恥ずかしくていられないんだ。それで出てきたんだよ。そんなこと言わたら言ったって。あんた、恥ずかしくないのかい。なんだよ、お前なんて。なんだよ、親に向かってお前とはなんだよ。私ね、あんたを立派に育てたいばっかり。この年になってこんな情けない商売してるんじゃない。あんまりバカにしないでおくれよ。子供を育てるのは親の責任じゃないか。何？秀一、母ちゃんたちの商売ももうできなくなるんだよ。お国の法律で辞めさせられんだよ。そうなったら母ちゃんどうするの。あんたを頼るよりしょうがないじゃない。母ちゃんね、長い間待ってたんだよ、あんたと暮らせる時をね。お願いだからもうそんなに怒らないでおくね。今日限りあんたと別れます。もう会わないでほしいんだ。親だとか子だとかそんなことはもう考えないでください。秀一、お前よくも母ちゃんにそんなむごいことが言える。嫌だよ秀一。行かない。秀一、秀一、秀一、秀一。息子さんに捨てられたから少し変じゃない。ひでえ息子だよね。みんな相手かってや。自分に都合のない時には親とか子やとか言うて、都合はあなた何言い出しとりゃ分からへん。あてにしてるさかバカみんね。ああんたそれ食べ、余ってんねん、食べな。遠慮しなくていいのよ。ごちそうになんなさいよ。いただきます。うまい。
私こんなうまいもの初めて食うた。この子ふるってるがな。ちょっと、あんたどっから来たのよ。九州です。飯塚。へえ、九州？どうしてこんなとこへ来たの？父さん、炭鉱で働いとったんけど、大きな足寝てるんです。かわいそうに、この年ですぐにお客取らされちゃうんだからね。かわいそうなのお互い様だよ。あんただってその昔よ、修理代に2000で売りに出されたんだぜ。おい、おい、ゆめちゃん。あ、あら。ゆめちゃん、どうした？そこにいるわ。ゆめちゃん、ふうさん。ゆめちゃん、会いたかったよ。え、どうした？今度は、また知ってるよね。俺が直してやるよ。あ、おい、今度も山にこもしたんでね、すっかりおじらいっけ脱ぎだよ。こんばんは、こってりサービスしてもらうよ。な、なんだ、旦那様のおかわりじゃないか。うちをずらするなよ。金がい？金がろ、ここに来い。私は門脇治の家内でございますよ。はい。あたしゃ16、満州娘、春よ三月雪どけに、臨終お花が咲いたなら、父さん、父さん、旦那、お嫁に行きます隣村。どうしたんだ？何でもないの。そう。やっちゃん、借金返したかい？ええ、しっかり。そう、そりゃよかった。じゃあ早速新婚旅行だ。さあ、支度して。急にそんなこと言ったって。ねえ、やっちゃん。切符もちゃんと買ってきたんだよ。別府行きだよ。明日は品物でゆっくりしようよ。青木さん。なんだい？私となんか夫婦になったってうまくいかないわよ。どうして？散々体を売り尽くしてきた女ですもの。あんた後できっと嫌な気持ちになるの決まってるわ。僕はそんなやぼてんじゃないよ。でも嫌だわ。私行かない。やっちゃん、じゃあ僕を騙したのかい？僕が無理して30万の金を作ったのもお前が所帯を持つと言ったからじゃない。あんた、私はね、こんな惨めな商売から足を洗おうと思って無心しただけよ。こんなとこの女に金出して後でかれこれ言うのはやぼよ。じゃあ初めから夫婦になる気はなかったんだな。ちょっと待ってな。撃つの？撃ってよ。あんただって商売人なんでしょ。あんたが品物売ってると同じように私も体売って生きてんのよ。同じ取引じゃない。少しばかり損したからって騙したと何よ。今までお前にあった金はみんな店の金なんだ。お前と一緒になれたらどうなってもいい子って僕が使い込んでしまったんだ。別府行こうというのも本当は高飛びするつもりなんだ。頼むよ、一緒に行ってくれ。頼む、一緒に行ってくれ。いやね、私そんなお金だったらもらうんじゃなかったわよ。何？じゃあ金返せ。あの30万円は命より手取りの金だ。返してくれ。あたしにとって大事な金よ。あんた、あたしが本当に好きなら黙ってくればいいじゃない。金で返してくれ。金であれば僕は罪にならずに済むんだ。お前に連れられて金まで使いまして。やめてよ。あんたみたいな男らしくなると大嫌い。もう二度と来ないでよ。父さん、何するの？父さん、父さん、
待ってる。さよなら。買収禁止法案はまたまた有罪だ。今議会における論争の焦点、売春等処罰法案の審議もいよいよ大詰めに迫り、ご苦労様。今日午後3時から参議院委員会が衆議院で開かれます。いや、ご苦労様じゃ。どうもお手数かけまして。どうでしょうか。今夜は十分睡眠を取らせてください。明日から働けるでしょう。そうですか。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ご苦労様です。で、ゆめ子行って。やっと。ゆめちゃんも飛んだ鉄筋コンクリートのアパートに入っちゃったな。じゃあ、この男はさ、手配します。じゃあ、頼ます。どうも、ご苦労さんでしたね。またね。はい。2回って休みを見ておやり。はい。各自で3度目の正直ならぬ、4度目の売春禁止法案は、国民全体の異常な関心、ことに全日本女性の大きな期待を裏切って流産のお決めを見ることになりました。海外に見られている、またお流れじゃ。当たり前だよ、こんなもん通ったら世間が処しないよ。本当だ。保たれることになりましたが、この問題は今後重要な政治問題に発展し、次の国会における成り行きが注目されます。銀座に軽く一本つけてくれ。あ、いいよ。みんなにもお寿司でも取ってる。役払いだ、おごるか。お酒お過ぎだよ。どうだい、俺の言った通りだろう。かなえ、お前もこれから安心して病気のご亭主と子供を養えるな。よりも言うと負けせんで済むだろう。ミッキー、お小遣いが言ったらいくらでも貸してやるよ。いや、俺たちはね、政治の行き届かねえところを補ってるんだ。政府に代わって社会事業をやってるんだよ。演者さえぶってりゃ食っぱぐれねえ連中には、お前たちの苦労はしたつも分かっちゃいないんだよ。お前たちの味方は俺たち以外にあるかい。分かったな。うん。じゃあ明日から一つ腰を入れて働いてくれ。あ、いいな。はい。はい。花井姉さん、ちょっと。私？あ、お寿司どうした。そうだ。ちょいと、松野屋電話。はい。波五人馬。お前も一口行け。反対？ここへ来ちゃいけないって言ったじゃない。家主から追い立てを送ったんだ。もう野宿するよりしょうがないんだが、坊や数をすくといかんから。惨めなこと言わないでよ。いいよ、じゃあ遊園地でも行ってるよ。あんた今一緒に帰るわ。何とか話してみる。そうか。こんな立派な花までいただいちゃって、本当にどうもありがとうございました。いやいや、よくまあこれだけ品物を揃えたね。さあどうぞ。大したもんじゃないか。本当におかげさまで。大成功者だ。仲間内の美談だよ。うん、女の銀さんに見せてやりたいね。いいえ、とんでもありませんわ。おかげさん。浴衣入れた？はい、たまえ。じゃあ、このカバーも入れといて。どうぞごゆっくりなさいまして。なんかもっと娘したものはないもんかね。ああ、これはどうですか。あんまりゾッとしないね。初店の子はこうパーッとお客の目につかなくちゃね。おかみさん、こんにちは。あ、まあお祝いをどうもありがとうございました。いいえ。どうだケーキは。まだやる。おかげさまで、なんとか取り次いでやっていくつもりです。早速ご注文どうもありがとうございました。お座布団の寝巻きね。いくらだ。
勉強しよう。ええー、それはもう。じゃあ7000円、まあお勘定をついでの時にでも。そう、それからこれサービスですけど使ってみてください。おやおや、それはどうも。冬物の打ち直しが1枚出してあるからね。あ、そうですか。それはどうもすいません。はい、あんたちょっと一緒に、はい、じゃあおかみさん、今後ともどうぞよろしくお引き立てを。あ、まあ精出しておかせぎよ。ありがとうございます。よかった。はい。うん。ミッキー。ん？ごめんください。今度開店しましたニコニコ堂でございます。おなじみ側によろしくお願いいたします。それからお金の方もよろしかったらご用立ていたしますから。負けたね。ニコニコ堂騙して夜逃げさせて後釜に収まるなんてできすぎてるわ。青木さんだってそうだよ。だけど人騙したんで休み、寝覚めが悪いだろ。騙さなんだら騙される。休みみたいなやり方せんといつまでたったってこの商売から足洗われへん。あいつは利口なんや。ありがとうございました。ゆめちゃんの布団だわ。縁起が悪いから打ち直すんだってよ。どうしてるだろうね、ゆめちゃん。ええー、夢見てるやろ。やっぱり若い者は化粧するとひったすね。え、どうだい。ほら、いいおべべを着てお金が儲かって。ねえ静子、お前だってもう子供じゃないんだから大概分かってるだろ。私だって何も好きでお前は店出すんじゃないんだよ。知ってるだろ。国のおっかさんからいくらでもいいから一日も早くお金送ってくれって、まるで矢の催促なんだから、あんまり気の毒だ。まあ仕方がない、やらしてみるかってんでこっちもその気になったんだからね。私だって本当は生娘嫌なんだよ。他にしょうがないのやろ。よっしゃ、捨てるもんはさっさと捨ててしまい。片木の女もな、つまらん男にただで捨てるもんがたんといてんねや。うちが捨てたる。元気出る。